から、はい、こっちからやっていただくと後ろができるんで、はい、割とね、なんですかね、こう上げて上げるみたいな、そうです、はい、なんか後ろじゃなくて上げたら後ろに下げるみたいな、そうです、あ、下げて上げる、はい、これをやっていただくとワン、あ、すごい、分かりやすい、そうです、でやっぱりヒップのアイソレーションを毎日やってると可動域増えてくるんで、はい、ちょっと前と後ろ、はい、後ろ、これ5回いきましょう、はい、戻す2戻す3そうです、4 5 OK です、でこの形でキープします、はい、でアームスの使い方は肘からいって指先まで伸ばすと、そうです、そうです、はい、せーの、ワン、エー、ツー、そしてこの時も多分ここの、このもう一つね、ごめんなさい、ここのこっち側をちょっと残す感じで構造を取ると思ってきれい、あ、綺麗、これがこうじゃなくてこう起こす感じですね、はい、こうしていただくと、そうです、そうです、ここがこう残っていただくとめっちゃ綺麗になります、で、次がこっちですよね、はい、これですね、これも肘から開いていきます、そっか、うわ、綺麗、すごい綺麗、顔をこう上げていただくといいと思います、そうです、そうです、ってことはこっちの角度から入って次はこっちに入る、そうです、そうです、はい、でバレーの時は割と鼻先でこう先を見た方がいいですね、そうなんだ、なので目だけで見てるとこういう角度だけこれは鼻の先で見てあげるとめっちゃこのデコルテがね綺麗になりますから、こういうポーズです、あ、そうです、そうです、で、後ろに行くんですよ、 H からこう、こうもう一回もう一度で、はい、で、後ろに向いてこうですね、あ、それでこうです、あ、こっちか、あ、これもだからそうですね、鼻先でこう見ていただくといいですね、はい、ちょっとこうなんか自分に酔ってるような感じで、はい、でもバレエの時は面を見せるんですね、顔の面を、はい、ということはこう、この辺だとここが見えてないですね、前の人にここを見せるイメージでバックポーズを取るときなんです、あ、それよくさ、もう真横